後ろにずーっとうたた寝したりさっつぐらいの何にもなかったか、自転車で来る人もおるみたいに自転車で来る人もおるみたいに、ね、するわけです。10分前ぐらいになってしまう。15分前走ってます。すごいずっと続いてるもの。集中してる思ったらね、あのわけのわからん兄貴のことは見てるよ。あおりが降りて走った思います。なんでここへいい子さんが出てくればなと思います。俺の唯一の楽しみのジグゾーパス。ギンギンギラギラ夕日が沈む頃じゃないけど、ものすごいこの海面に今度ね、キューブマルチ。海にね。白鷺がいるとこもあるのよ。うん、気になるから、ね、どうしようかなもね。あれはもうやっぱり現れて、あのあそこには木は。こっちの橋の方がなんか上が大げさじゃなくて撮影しやすいね。うん、ああ、そうね。ここはなんか。どうすんねん。すげえ。乗るのかな。うん。スピードが出せない。こんだけびっくりした顔と最後のお前だけど、ないちゃん、後ろにはゆっくりでいいな。ねえ。みんなこれ見とるんよ、これ。だからノロノロね、うん。だからみんながそれでも。あれは何？あれ、あれ、あの島、あれは何？あれ、あれは本土。違う、あれ、こっちに孤立してんの。地続き？あれあれ岩肌がこれ地続きあれはね地続きやん地続きの岬みたいになっとるとよ、うん、なんとか島っていうその小さなその名前それじゃないと思う地続きで向こう、うん、あ、そうなんだね能登半島の単なる一つの岬、うんうん